第二、講義旨独立行政法人国立高等専門学校機構豊田工業高等専門学校は愛知県豊田市にある日本の国立高等専門学校である。1963年に設置された略称は豊田高専。本校では次のような教育目標を設定している。社会の変化と要請を的確に捉え、ものづくりを多面的に認識し、 実現可能なシステムを構築できる技術者の養成実験、実習で培われる豊かな体験と基礎理論の深い理解との融合から生まれるエンジニアリング基盤の確立問題意識と考える力を持ち自ら学習することによる想像力と実践力を備えた技術者の養成科学的な分析に基づく論理的な技術力、明快な高等発表能力、 十分な討議能力、及び国際的に通用するコミュニケーション能力の習得。世界の文化、歴史の中で技術が社会に与える影響を考え、自らの責任を自覚し誇りを持つことのできる技術者の育成出典情報工学科胸本科は以下の5つが置かれている。各学科1クラスずつで編成されており、各科の専門教育並びに、 一般教育科の一般教育を受講する。5年生の一貫教育を経た後には、準学士の称号を使用することができる。専攻カムネ専攻科は、以下の3つが置かれている。2、3年時に、特定の留学派遣団体の交換留学制度を通じて1年間海外留学に行くことができる。留学先では、ほとんどの学生が現地の高校に通い、 ホストファミリーの家庭に入り生活をする。本校では年間30名以上の学生が留学に行っている。図書館第一体育館授業は第一講義棟第二講義棟の教室で行われ一部の専門の授業は各学科棟で行われる。実習施設は以下の建物があるまた情報工学科棟には情報工学科生専用のコンピュータ室がある。 公選の学習指定図書、各種専門参考書、辞典、文学、文芸書、文庫、新書、美術関連図書など、約9万冊の蔵書がある。また、新聞、雑誌閲覧コーナー、ビデオ DVD 鑑賞を行うこともできる。現在、本校が整備を進めている、英語多読図書は、約5300冊の蔵書がある。一般公開されており、 学校外の地域住民の利用もある。屋内施設として第一体育館、第二体育館、武道場、弓道場、卓球場、屋外施設として、陸上競技場、野球場、ハンドボールコート、テニスコートがある。1階に、寮生食堂、2階は、一般食堂となっている。コンピュータルーム。第一演習室。 第2演習室に約100台のパソコンが設置されている。全学科共通で情報処理科目に使用。英語科目でのイック対策の e- ラーニング教育にも利用されている。また休み時間や授業後は学生に開放されており、レポートプレゼン資料作成、ビジュアルベーシック、C、Java、フォート a n など各種プログラミング。 カナダドル製図、インターネットなどを行うことができる。民間企業、大学、研究機関などとの共同研究、本校の施設充実を目的に、平成14年10月に設置。地域交流部門、共同研究部門、技術教育研究部門、データベース部門において、産学関連携の中核的役割を担う。学寮校内に、4棟の定学年段資料、 一棟の高学年男子寮、一棟の女子寮、男女高学年寮が備えられており、全学生の約半数が学生寮で生活をしている。一年生は希望すれば原則入寮することができる。二年生以上の学生は入寮希望者の中で選考が行われ、数学の困難度、学業成績、部活動、学校や寮への貢献度等の総合的な、 評価によって、高学年寮に入る学生が選ばれる。また、本校の学寮の最大の特徴として、班長、指導寮生制度がある。この制度は面接選挙によって選ばれた、少数の高学年学生が、低学年寮で1、2年の後輩と共に過ごし、生活全般及び勉学をサポートする役割を担っている。本校の学寮では、 寮生の自習運営を尊重するという名目上、日々の寮生活の中で教員が関与する場面は天候、確認以外の点でほとんどない。気象、点呼、消灯など、一定の生活規則に対しては、教員が直接関与する方法を取らず、指導寮生及び班長が、学校当局側の方針を一般寮生に、守らせるように指導するという方法が取られている。 2013年、男女工学燃料として、総資料が新たに建設された。2017年、大資料の改修工事が行われ、10月期から大資料が女子料へと変更された。全員女子寮生は大資料に住むことになる。それに伴い立資料が男子寮となった。寮生は先述した低学年寮生と高学年寮生によって、 日常生活のルーチンを大いにこととする。平常時の寮生の生活は以下の通りである。なお、寮生の生活スケジュールは入寮時に配布される、入寮のしおりに詳細が記載されている。この冊子は豊田高専学寮ウェブサイト上で一般に公開されている。共通事項低学年寮生の日常生活講 学年寮生の日常生活一般の高等学校とは異なり、行事への参加は強制ではなく、各学生の意思に任されている。ただし、体幹マラソン大会等、一部の行事に関しては、受講科目の単位認定の必要条件として、定められている場合がある。東名高速三尾 IC から約15分。国道155号、藍島町4交差点に、 豊田高専の方向を示す看板がある。正門前の桜並木毎年、約200名の卒業生のうちほぼ半数が進学、残りの半数が就職をする。進学先は、専攻科や高専卒業者のための国立大学である、技術科学大学のほか、南関国立大学へ進む者も,も多い。私立大学へ進む者は少数である。また、 就職においても様々な業種の有名企業へ人材を排出している。就職希望者に対する求人数の倍率は学科により10倍から40倍となっている。近年は進学希望者が増え就職希望者が減っている。反面、求人企業が増える傾向にあり、求人倍率は年々上がっている。 専攻科国立大学公立大学私立大学専門学校その他豊タ高専創立の趣旨文部科学省独立行政法人国立高等専門学校機構法の概要をトヨタ高専学生数ホールオブフェームスモールサイズリーグロボクアップサッカー2021年4月5日閲覧第23回実用数学技能検定グランプリ 受賞者一覧 AB 豊田高専機械工学科卒業後の進路電気、電子システム工学科の就職実績、情報工学科の就職実績、環境都市工学科の就職実績、建築学科の就職実績、専攻科の就職実績電気、電子システム工学科の進学実績、情報工学科の進学実績、環境都市工学科の進学実績、 建築学科の進学実績、専攻科の進学実績トヨタ高専。学校行事トヨタ高専学寮行事トヨタ、工業高等専門学校学生会イベントトヨタ、高専教育目標トヨタ高専の遠隔、トヨタ高専海外留学、留学生学寮のしおり令和3年度学寮のしおり、ザガイドフォーザドルイトライフエビー、就職、進学トヨタ高専。 www.toyota-ct.ac.jp 2021年5月5日閲覧ありがとうございます。